本格デビュー3年目の秋田のブランド米、咲き誇れの新米を販売するイベントが東京で開かれ、行列ができる人気ぶりでした。県は今年度、首都圏をはじめ関西などでの PR にも力を入れることにしています。咲き誇れの新米の販売会が開かれたのは、東京江戸川区にあるスーパーマーケット山市今井店です。咲き誇れのアンバサダーを務める能代市出身の格闘家斉藤豊さんも駆けつけ、秋田の新たなブランド米の魅力を PR しました。総合格闘技の大会ライジンで初代フェザー級の王者にもなった斉藤さんと触れ合えるとあって、多くのファンや家族連れなどでにぎわいました。ジャスコとか言ってました。ジャスコはたまり場でしたね。行きます。はい、チーズ。購入者には限定のステッカーや咲き誇れのグッズがプレゼントされたほか、会場ではオリジナルグッズをかけたじゃんけん大会も開かれました。県外では東京や大阪などでおとといテレビコマーシャルでの宣伝が始まった咲き誇れ。県は今年度、県内と首都圏で重点的に販売促進を行うほか、関西や愛知近辺の中京地域での PR にも力を入れることにしています。はい、この咲き誇れのアンバサダーにはパリオリンピックバドミントン女子ダブルスで銅メダルに輝いた八郎潟町出身の志田千春選手も名を連ねています。はい、就任したのは県民栄誉賞が授与された先月24日です。咲き誇れアンバサダーは志田選手を含めて19人になりました。県ゆかりのスポーツ選手やタレントなどを通じて咲き誇れを全国に PR して、その魅力がより多くの人に届いてくれることを期待したいですね。そうですね、願っております。はい。